はい、皆さんこんばんは。それではステアーズ、続きやっていきたいと思います。さあ、前回フラッシュライトが消えて、今回からこのカメラの、ナイトビジョンを使ってやっていきたいと思います。そしてね、今回からね、動画の容量が、ニコニコのアカウント的にも増えましたので、YouTube の方はそのままですけども、ニコニコの方の画質が、ガクッと上がると思います。それではやっていきましょう。あ、ちょっとなんかそれっぽいのが出ましたね。確実に今歩いてったけど大丈夫なのか、これ。ああ、逆さかな、逆さから見た地図かな。まずはちょっと歩きながら全貌を見て、全貌じゃない、周りを見ていきましょう。多分あいつ来るだろうね。音を確認しながら、走って音でバレるとかあんのかな。ぼやっと見えるね。あんまりね、ぶっちぎりすぎてもホラー要素がなくなっちゃうの。やーべ やーべ、あんまり見えないんだな。来てるね。先があんまり見えないのか。え、完全に行き止まり。後ろから来ることも想定しつつ、周り角に注意。エリア B2。 あれ、戻ってきちゃった。違うか、次のエリアに入ったのか。あんまり向こうへ来たくねえな。ね、またシャイガイみたいなやつに。まっすぐでいいのかな。迷うからまず、その目的地っぽいところに向かいましょう。これは下手な寄り道しなければ多分一発でいける。これ迷うよね。エリア B3。 もしかしてこれ一発でいっちゃった。あ、そうか、あ、そうか。開かないや。カメラ構えたままだと扉開けられないか。そんなことねえか。うん。普通に開かないだけだよ。待ってね。いや、簡単に超えちゃった、もしかして。はい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 。セーブされちゃった。簡単に超えちゃった。ごめんね。マップ覚えの得意なんだ。てかほぼ一本道だったもんね。まだ出てくんのかな。おお、いる。え、いっぱいいる。おお、大丈夫なのかこれ。大丈夫なのかこれ。おお、動かないのか。ああ、こっち行くしかないんだね。なんだこれ、気持ち悪い座り方しやがって。ないのかな。なんだこれ、でも来ねえのかな。
来ないね。なんだこの育児なし。あれ、こっちか。なんだ、大したことねえじゃん。手が出てるけど。ドックンドックン言ってる。こっか。あ、なんか光ってる。Sure, if I'm going crazy or if there is someone coming, finally coming to set me free from this horrible nightmare. 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 Yeah. Yeah, yeah. あ、セーブ入った。チェックポイント超えちゃったね。うやべえ、来た。なんだよ、クソ。なんだよ。死んだ。走ってくるとは。なんだよ、なんだ。後ろ振り返っちゃいけなかったんだね。振り返り癖がある私はダメですね。あ、あ、バグった。バグった。一回動けなくなった。一回再起動します。はい、オッケー。あの、たまにね、操作ま一切受け付けなくなるんだよね。そしたら再起動するしかないんですけども、バコーンって行ったら逃げよう。振り返らず逃げよう。クリアするわね。あ、もう大丈夫なのかこれ。ふぅ、まさかのゲームオーバーでしたね。簡単にね、迷宮、迷路っぽいとこクリアしちゃったので、それの腹いせでしょうか。よし、両開き。あ、階段だ。ちょうどチェックポイントですね。じゃあ下に降りましょう。いや、早早や。よし、じゃあセーブオッケー。再開していきましょう。さあ、階段はそれでもさらに下へと下へと向かっていきます。あ、あったあった。次の扉発見です。扉がない。外に出てしまいましたね。まあ向こう側ではなく明らかに誘導されてる、この光。それに誘導されようではありませんか。木が、ほんとスレンダーマン出てきそうですね。ただなぜか外に出てしまいました。こういう SCP もいたよね、そういえばね。森の中で襲ってくるやつ。おや？おやおやおや？なんでしょう。How very much I have loved you. How much I have only wanted you to have a better life.うわ、なんだ。I'm speaking not as a leader. I'm speaking as a prophet today. You must go through our trials like everyone else if you are to join us. 監禁された部屋。そして、あ、広い通りかと思ったが。シャワールームとセットだったんですね。なんだろう、これ車術か。
喋んないのね。うん。まあ証拠を残しておきましょう。多分。あ、結構残してるな。あ、フラグうんぬんじゃなくて単純にこれメッセージが出るだけでしよう。写真を残しておくと。クオリティの高いこのゲーム性を求めて しまいがちですが、これみんなそうだね。でもメモは取っていきましょう。フォレストスーン、意味を理解しようとしてないからいけないね。割と広いっすねこれ。あ、やばい、へし、ごめんなさい、今ちょっと予告しました。うん、あのくしゃみ出ますっていうぐらいはっきり言うほど確定的ではなかったんですけど、鼻がムズムズしたのでやばいって言ってみました。待って待って、一応見とくかね。こんな感じです、ザ・マップ。え、広くね、広くね、ガチで広いな。まあ、入れるとこ決まって、あ、入れちゃう。なんかかっこいい感じ。We are all ready to go if you tell you。はあ。なんか割と分かり、おお、なんかこっちにも読めるかこれ。うん、謎のメッセージがこっちにも一応じゃ保管しておきましょう。はいはい、後で動画を見直して意味を調べてみたいと思います。調べてみてね、教えていただこうと思います。よっ、これストーリーの部分だね。ストーリーの部分が、待って、なんかあるぞ。おっ、え？超出てるけど、超出てる、ウケる、やだ、超出てる、ウケる。ちょうど超のおかげでポコティンが見えないようになってますね。あ、あまり見ない方がいいな。消される、また消される、まただけになっちゃって。じゃあ下ってみようか。入れなくなってきてね、一部はね。取ったら何かあるんだろうか。あ、あった。あの、全然関係ない話ですけど、あの、15日から、あの、幕張メッセで、東京ゲームショー2016が、今年もやってるんですけど、あの、ありがたいことに今年も私、ウプ主であるガッチマン、17日一般デーですね。一般ビジネスデーではなく一般デーの日に、グリーと、エイリアンウィアのブースで計3回出演が決定しておりますので、あの、お越しになられる方がいましたらぜひですね、グリーおよびエイリアンウィアまで遊びに来ていただけると嬉しいです。告知です。こっちっぽいね。なんか、チラチラ見えた。なんか、チラ見え。影がチラチラ見えたな。
何水ドゥンドゥンドゥン。なんかバラ明らかに浮いてます。これ取ったね。こういうの逃してるな。あっと思ったらよく見たら気づかなかった。たくさん浮いてる。なんだろうこれ。死因は全部ハゲかな。ハゲ散らかして死んだか。そうか、ハゲ散らかす、それは恐ろしい病気だ。さて、こっちかな。なんかどんどんじゃあ導かれるようにこちらに向かいましょうか。これは入れないもんね。あそこ入れそうで下っていけそうだけど、向こうもありそうなんだけどな。